はい、では始めていきたいと思います。なんだっけ、なんか大砲で飛ぶんですよね。カッカラ砂漠とかいうとこに飛ぶん。マタンゴに行かなきゃいけないの。マタンゴから飛ぶのかな。随分飛ぶね。普通死ぬよこんなの飛び方したら。なんかあるんかな。なんかある。なんもないな。いいか、いいや。こっちの大砲から行くのかな、行けるのかな。カッカラ砂漠っていうところに。いや全然覚えてない。はい、じゃあとりあえず大砲屋までカットします。はい、じゃあマタンゴの大砲屋から行けるのかな。それはなんだ、普通と違うところに落とされるパターンかな。普通とというか着地 してなんかちょっとありそうな的な飛ばされ方するんでしょう。砂漠は行くんだろうけど、ど真ん中落ちたな。てっぺん砂だらけだ。何にもないところね。とりあえず町を探さないと干からびてしまうぞ。でしょうね。じゃあどこ行ったらいいんだ。どこへ行ったらいいんでしょうかね。まっすぐ行くしかないかな。干からびるんでしょうね。干からびるんでしょうね。干からびるんでしょうね。どこ行ったらいいのかな。道は四方八方にありそうですね。いや、そうでもないのかな。ちょっと敵がしぶといよ。なあ、道あるんだな。おお、なんだ。おお、なんだこれ。うわー、捕まるな。あー、ここはひどい。いやーすごいですね。まとりあえず挟まる。抜けれるんじゃ抜けれるかな。どこ行ったらいいんだ。どこ行ったらいいんだよ。どこ行ったらいいんだ。わかんない。
なんか迷うオチなんでしょうな。そんな気がするな。上行ってみるか。挟まんないで。迷ってますね。さっき来たな、ここな。似たようなとこぐるぐるしてる感じなのかな。迷ってるっていうか無限ループっぽいな。無限ループじゃないのこれ多分。おなんだ、かぼちゃがいる。おなんだ、喉乾いた。おいらもう歩けないよ。困ったな、本当に干からびてしまう。見て、向こうに何かあるよ。行ってみましょう。いや、その前にか、このなんか変なかぼちゃが。お前はなんだ、爆発しても。その雲はいいよ。船だ、乗ってみよう。おー、なんだ。ふう、助かった。こら、何者だ。共和国の戦艦サンドシップと知ってのことか。貴様ら帝国のスパイなの。違うわよ、失礼ね。どうしたんだ。あ、怪しい連中を見つけました、中佐。いや、それ怪しいよな。まあ待て、大方さばけて迷子にでもなってたんだろう。死にそうでした。うん、じゃあ助けてやるからしっかり働いてもらおう。お前は機関室に、チビは調理場、女には肩でも揉んでもらおうかな。さ、ほら、さっさと持ち場につけ。あ、ほら。うん。あ、一人になっちゃった。しっかり働けよ。働くのはいいけど。何すんの？いろんな人が捕まっちゃってるっていうか、働かされてるんだね。拾われて奴隷にされてるくさいな。中佐、あいつか。なんか孫がとりあえずなんかやってんだね。やっぱり働きは何をするのよ。何をしたらいいのよ。何をするの。なあ、ここから逃げたい仲間がいるのか。よし、任せとけ。階段のところの兵士に話しかけろ。はい。こら、持ち場に戻れ。うわぁ、大変だ。勝ちだ。何？邪魔だ、どけ。第7。なうん。どこ行ったらいいんだ？もしもしもし。あ、ここはさっきの入り口かな？どこ行ったらいいの。ここがさっきのとこでしょ。こっちに行けばちょっと上行く前に、上行こう。
ここはまた違うね。あ、いた。おい、やめんか、こら。ガブガブ。んが、ふうおふえふわ、うはい。よう、兄ちゃん。ここは天国のようだね。何してたの？船の食料を片っ端から食いやがって。貴様、こいつの知り合いか。さっさとこいつをここから連れ出してくれ。はい。行こうぜ。はい。こんな片っ端から靴長いな。もう一人ね。肩でも揉んでもらおうかとか言ってたから。あ、これここか。こっちじゃないな。公開ミシン。あ、セーフ。臭いな。大変な調理場にネズミが出たよ。食べ物はなくなっちゃうぞ。うん、何それは大変だ。でもそのネズミはこいつなんだけどね。うん、だいたいだ。おい、肩を揉めよ。絶対嫌。あっかんべえだ。貴様の生意気な。何をやる気。こりゃモリエール騎士たるもの、女に手を挙げてはならんぞ。おじいちゃん、だってこいつ生意気なんだ。ふん。それはかわいそうに。これ女、出て行きなさい。べーだ。あら、みんな、聞いたひどいんだから。あ、貴様ら脱走したな。大変だよ、おじいちゃん。そうか。脱走じゃ。捕らえ、なんだ。敵だ。帝国が攻めてきた。うわぁ、死にたくないよ。降参しよう。ここのバカモン。お前、それでも騎士か。総員戦闘配備。嫌なこった。逃げろ逃げろ。モリエールには付き合いきれないよ。いや、そらそうだ。そらそうだわ。誰だ、これ。誰だ、これ。これ、帝国か？ゲシュタール。おや、こんなところで諸君に会えるとは思わなかった。タナトスの報告にあった3人組とはお前らのことだったのか。なんでわかんの。よし、私が直に勝負してやろう。なんでわかんの。何それ。何その乗り物。何それ。あ、なんかこれ覚えてるよ。クイックとか何でしょう。いや、このボス覚えてるな。このボスは覚えてますね。何をしてくるかは知らないけど。痛い。食べてる時間がないの。食べてる時間がないよ。勝手に死んでるし。なんなのこのボス。
何がしたいんだこのボスは。これで終わりじゃないだろうね。いやはや皆さんがいなかったらどうなっていたか、誠に恥ずかしい。いや、あんなボス、メレリアさんでも倒せるよ。何、ジェマの知り合いか。では、お主が噂の聖剣の通りで。いや、なるほど。孫を甘やかしすぎたようです。許してくだされ。ビシビシ鍛え直しますよ。忘れかけていた騎士の心を皆さんに見た気がしましたよ。ありがとう。忘れすぎじゃない。ちょっと騎士の心を忘れすぎじゃないかい、君ら。騎士じゃなくて、それただの山賊じゃない、やってたことが。ちょっと重たいな。はい、ちょっとカットしたと思います。ということでね、カッカラ王国に行きましょうか。北に行けばいいの。うわ、そいつらはいいよ、そいつらはいいよ。から王国に着きましたね。じゃあちょっとね、セーブして終わりにします。はい、ちょっと重たいので今回はここで終了にしたいと思います。はい、では、次はカッカラ王国で何かやるんでしょうね。はい、ではご視聴ありがとうございました。